どうも、のせりのです。さあ、今回はプリズム相談生電話ということで、もしもーし、もしもし、はじめまして、はじめまして、こんにちは、ゆうりおいくつですか？14歳です。14、わっけ、中学2年？はい、中学2年。どうした？なんか相談事があんの？好きな人が好きな人が振り向いてくれない。はい、どうしたらいいですか？まずその好きな人のこと教えてよ。じゃあ同じクラス？そろそろ別れるんですけど、2年間一緒なんですよ。中1、中2と一緒で、はい、次新学期始まっての4月から中3でクラスが別や。いつから好きなん？今週の火曜日が、火曜日で100日でした。今週の火曜日で気になって100日、はい、数えてんの？それアプリがあるんですよ。え、それって何？うわ、好きってなってアプリに好きって入れるってこと？はい、なんかそういう設定をしたら1日目、2日目で数えてくれて。ってことは分かりやすく言うと100日片思いやろ？そういうことです。え、それ2人でなんかデート行ったりとかしてんの？感触として自分のことをちょっといいなと思ってくれてそう？なんか LINE してもちょっとふっけない時とかあるんですよ。なんか絵文字とかびっくりマークついてなかったら、え、嫌われてるって思っちゃいません？まあ、で男ってそんなもんちゃうか？そういうもんなんですかね。言ったことないの？なんかちょっと絵文字とか使ってよって。いや、なんか言ったら、え、こいつそんなにも反応すんの？だるとか思われたら嫌だよ。怖いんですよね。怖い？嫌われたくないですよ、なんか人気なくて。あー、でもね、恋愛において大事なのは、まあ、好きでも嫌いでもそうやねんけど、心の中に意識させなあかんから、やっぱ無関心っていう感情のままでは、はい、やっぱ絶対好きにならないから、嫌われないように嫌われないように行動するってことは、言葉を逆の言い方したらあんまり印象が残らないってことやから、だからひょっとしたら嫌われるかもしらんけど、行動したことによって結果的にめちゃくちゃ好きになるっていう可能性はあるから。学校で一応毎日会えるやん。毎日会える恋愛スタイルって学生時代しかないのよ。あー、そうです。だから毎日会えることをやっぱり大切に思って、その学校に行って会えてる時にはやっぱりどこかしらちょっとアピールをしていかんと、愛情がこう重ねていかないよね。普通に喋って仲良いはええけど、はい、好きやっていうアピールはしてないってことね。そんなにしてないです。でも気づいてるんじゃないですかね。そんな感じある？バレンタイン渡す時に、うん、ツーショット撮ろうって言って撮ってくれたから、おう、あ、向こうでも鈍感やから分かんないけど、もしかしたら気づいたかなみたいな。いや、女子が男子に対して鈍感って感じてるだけで、はい、男子って意外にそういうの気づいてるよ。そうなんですか？鈍感なふりしてんねん。で、中学校の時とかってさ、はい、俺もそうやったけど、女の子と仲良くして喋りたい、付き合いたいとか思ってるけど、周りの男の友達に冷やかされんの嫌やから、だからちょっとそっけなくしたりするっていうタイプもいるから。あー、確かにいるかも。例えばゆりちゃんの女の子の友達で、その彼と仲いい人おらへんの？いますね。だから、あの少女漫画じゃないけどさ、ゆりちゃんの友達がその好きな彼にあんな特別なバレンタインもらってんねんから、絶対ゆりあんたのこと好きやでみたいなことを言うてもらったら、だから男ってそう言われたらやっぱ意識するから、結構ね、男ってやっぱ単純なのよ。好きって言われて嫌な気持ちせえへんやん。はい、男もそうやから、やっぱ好きって言われて嬉しいし、で、好きやって言われてやっぱどんな自分がタイプじゃない人でも意識すんのよ。うん、だからまず意識させよ。はい、頑張ります。で、ゆうりちゃんは好きになって100日やろ？100日経ちました。向こうはだから意識して30日目ぐらいで告白できたらええんちゃうか？あ、でも LINE で、うん、その〇〇と
同じ嬉しかった、何々がおったから楽しかったって言ったでしょ。おお、もう言ってるね。じゃああと一押し、あと一押し、見えない赤い糸で無理やり結ぼう。うん、そこは細くてもええねん。細い糸を何回結んではほどかれ、結んではほどかれ繰り返してたら、はい、気づいたら太い糸になって結ばれてるから。おー、だから順番としては、はい、4月になって、まあ、クラスが離れました。で、友達にリュウリ絶対あんたのこと好きやと思うでって匂わすワードを言ってもらう。その後に LINE で何々くんと一緒のクラスじゃないからクラスつまらんわっていうのを追い打ちで言う。はいはい。でこれで返信でなんてくるかやな。向こうが俺も有利がおらんからつまらんわってくるかもしらんし、その時の返信の内容でその先の動き方が変わってくるかな。うん、一回だからその匂わせワードと匂わせラインやってみてくれ。やってみます。せっかくこうやって電話でつながったし、何かのきっかけやと思うから。はい、ありがとうございます。うん、勇気いると思うけど頑張ってみて。はい。うん、ゆうりちゃんの中学3年生が幸せな1年であることを願ってるし、はい、今この好きになって100日というアプリが、はい、付き合って100日に変わることを楽しみにしてるから。はい、じゃあ付き合ったら報告します。うん、待ってるな報告。いやでもなんか中学2年生とこうやって喋ることないから。あ、そうですね、うん、それで変わってきますもんね、学園生活。変わってくるよ、これで文化祭、体育祭の楽しさ変わってくるやん。勉強への気分も変わってきますからね。ほんで一緒の高校行こうかってなるのも困るし。そうですよ、一番でかいですよね。なんかそういう意味ではちょっと思春期の女の子の相談乗れたっていうのはなんかためだったね。いいですね、うん、この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。京スキー見ての井上さんの信頼度半端ないですね。で、電話で相談答えるってもう令和の美のもんたさんみたいな。だから次のこのポジティブ相談の時、はい、俺ちょっと色黒なってると思うんだ。